どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけで、続きをやっていきましょう。テイルズ・オブ、エクシリア。相変わらず名前が覚えられない私でございます。さあ、ちょっととりあえず、物を調べて、とりあえず、キジル海爆へ向けていきたいと思います。マップで言ったらこのまままっすぐでしょう。行きます。このままダッシュで。もう何も迷わず行くよ。あ、宝箱。これ何入ってんだろう？いいもん入ってたらいいな。何？オレンジグミ。元に戻しとこう。もうすでにあるんだよな、アイテムというアイテムは。さあ、それなりに。ちょっと待って、これ取っとこう。待って！めっちゃ追っかけられてる！同鉱石。で、ちょっとこれ、うまく、待って。やばいったー！ま、仕方ない。やっつけちゃおう。ラピッドホースと、あともう一体、なんか、中古を使うぞ。早速もう敵の真ん前に来て回復しちゃうっていうね。もうさすがにこれ、やっぱり、強い。亀絶対防御力高いだろー！そんなことなかった。あ、でも経験値いいな。今まで俺地道にやってたんだよな、向こうで。端っこの方で。何やってんだかね。さあ、ちょっと経験値を、じゃない。変な欠片。これもなんか溜まる、なぜかよく溜まるんだよな。ああ。さあ、ガリー感動、西部へ向かいましょう。あれ？でもあいつ頭の中になんか違うか。こいつ倒したらなんかアイテム手に入るとかそういうことじゃなくて？いいだー、結構ダメージ痛いな、これ。うん。小はざが、間違えた。読み方はわからないというね、ちなみに。でもまあ、10秒以内に片付けちゃうってパターンですよ、いつも通り。いつも通りっていうか、まあ、裏でずっとやってたんだけどね。うん。やべ。400ガルド。よし、逃げろ。危ない。めっちゃ追っかけられてるけど、俺は逃げるよ。ちなみにマップで言うと、もうすぐだ。キジルガイド。キジル海爆。難しい。亀はこれ追っかけてくんのは？まあ、言わずもかな遅いわな。スルーします。別にいいかなっていう感じなんだよね、今は。まずは先にちょっと進めていくことが大事なんで。ストーリーを。あったあった、あるある。よいしょ。ただこういうのは拾っていくよというね、銅鉱石。銀以上が見つかんないけどね。あ、やばい。ちょっと見とこう。なになに？アジュール軍へのコネ。うん。どっかに落ちてないかな。アルビン。ああ。なぜそれほどアジュールに興味を示すのだ。そういえば何ぞね。アジュール軍は身分に関係なく実力次第で出世できるって話だからな。ははー。アシュガルドは随分違うんだね。お、そうなのか。ラシュガルはどん、あ、世襲制なんだ。なるほどね。うん。施政者は大体が貴族出身だからね。はあ。伝統がある。といや聞こえはいいが、うん。俺みたいな流れの傭兵にとっちゃ。旨味のない国さ。なるほどね。僕はアジュールみたいに部族間抗争が続いてるところ、うん、物騒で勉強に集中できないって思っちゃうな。はあ、なるほどね。いろいろ人によって事情があるのだな。なんだよ、えらく他人事だな。まあ他人事だもんね、実際問題。人間の社会のありように干渉する気はないのでな、うん、そもそも種族が違うんだからね。それ他人どころの話じゃないもの。さあ、次の、箱。なんだこれ。ああ、オレンジグミ元に戻すよ。すげえ、なんかこれ、グミとか持ってるけど、今15が満タンな、15で満タンなんだよね、数。アイテムね。もうアップルグミもそうなんだ、オレンジグミ。ライフボトルも15がマックスなんだけど、サフランはこれ知らないな。なぜか拾ったのかな、でもね、まあいいや、ということで。さあ、行きましょう。キジル海爆。大きな滝って聞いたけどね、相当、違う。俺の想像してた感じと違う。俺、てっきりなんかこう、密林の中にでっかい滝がドワーみたいな、そういうイメージだと思ってたんだけど。このキジル海爆を越えれば、はぁ、精霊の里、ニアケリアか。ここを越えるんだね。電柱も追ってきてないな。いいじゃん。今のうちに行こうよ。じゃあ、とっとと。村の人たちに悪いことをしちゃったね。そうで、わざわざ村の人が倒してくれたんだから、なんだかんだ言って。うん。ラシュガル兵が来てるんだ。うん。逃げるが勝ちってな。すいませんね、どうも。決めたのは彼らだ。いや、まあまあ、そうっちゃそうだけど。守ってくれたのかもしれないんだし、うん、そんな言い方しなくても。おっと。気になるのか？なら柔道、君は戻るといい。お。ちょっとマジか。短い付き合いだったが、いや、いろいろ感謝している。おいおい、こんなあっさりと別れるのはちょっと。お？もっと感傷的になってほしいのか？そういうことじゃないと思うんだが。それは難しいな。うん。君たち人もよく言うだろう。なんて。干渉に浸っている暇はない。はあ、確かに言うね。
言うけどもさっていう。あるから。そういうことだ。やるべきことのためには、感傷的になっちゃいけないの。はあ。人は感傷的になってもなすべきことをなせるものなのか。ケースバイケースじゃないそれは。わからないよそんなの。うん、そうそう、やってみないと。やってみないと。なら、やってみてはどうだ。お？どういうこと？君のなすべきことをそのままの君で、それで答えが出るかもしれない。あ、そう。僕のなすべきこと。なんだと思う？マクスウェル様のようになる必要はないだろうさ。普通、ああはなれないって。まあ感傷的になっちゃうよ ねどうしても。アルビンにはなすべきことってある？傭兵のなすべきことね。さてな、あるって言ったら余計迷うだろ、ジュード君。ほう。僕も決めなきゃってな。なるほど。意外とでも、うん、どうすんの？気遣ってくれるのね。どうする？え、これまさか俺選択すんのこれ？え、戻らない。行こうぜ。あ、そう、戻らない選択肢になっちゃう。自分で選ぶわけじゃないのね。はあ、でもこれ難しい、なんか判断だよね。これ、あ、また行商人の人が。へえ、毎回いてくれるんだね。じゃあ、とりあえず先へ向かいましょう。マップで行ったら、ま、この先なんだよね、と。じゃあ、こっちへ行こうかな。行き止まりだった。じゃあ、こっちだ。なんか見たことない敵がいるな、やっぱり。水辺だからこういうやつがいるみたいなね。カットす、スルーさせていただきます。失礼百里が。よいしょ。これ行き止まりになっちゃう。ガン！捕まっちゃった！こいつはなんだ？おたおた。へぇ。カエルの仲間かな？瞬人剣。敵で、全然俺関係ないやつだったね。経験値は少ないんだな、もらえるやつ。全然なかった。とりあえず、ここは行き止まりか。よいしょ。これどうす、あ、ここ登るのか、これ。登れるかな。はあ、なるほど。登れるんだね。便利。悩む前に。よいしょ。モンハンっぽいね。なんか、それこそまさに。飛び降りる。危ない。あーっと、膝が。あー、膝に爆弾抱えて、カニ様！やっつけちゃおうかな。ほらね、こうやってね、後ろから、ちょ、喧嘩を売ると、最初からダメージが入るということですね。偶然できた。レベル上げ中に。オッケー。銀鉱石が入った。やったね。ちょうどさっき銀鉱石が手に入らないって言ったとこなんじゃ。飛び降りると。あのカエルは経験値美味しくないから虫でいいや、特にじゃ。さあ、キジル海爆の中央に行きます。中央ってことは今度はだから、東かな？出るときは。キジル海爆の向こうって言ってたから。岩場の激しいところとか言ってたけど、それがさっきのところなのかな？ほらね、こうやって後ろからと。え、待って！魚人族的なやつがいる。はぁ。まさかの、気づかなかった。こんなやつがいるなんて。うん！属性と、状態変化。敵には弱点となったり、耐性を持つ属性がある。なるほど、なるほど。プレイヤーキャラも属性を受けて、あー、なるほど。状態変化なので注意が必要。まあ、それは、おいおい覚えてこう。うん。ポケモンでいう、こう、相性的なやつでしょ、だから。違うか。まあいいや。マップとしては、こっちか？これさっき登ってきたんですよね。何あれ。あ、これ！コドラゴのぬいぐみ。あ、これさっきのあれだよ。宝を、なんか見つけろ的なやつだよ。はあ、こんなとこにあるとはね。普通に見つけちゃったよ。マップ上で言ったらこっちでした。ここに入れば、あ、宝箱もあった。何今度、ちょっと開けよう開けよう。はい、ミックスグミ。あ、新しい。へえ、今までないグミだね。どうすればいいんだろう。こっちかな。ここなんか登るね。よし、こうマップ見て分かればいいですけどね。僕みたいに方向音痴な人間は結構ね、行ったり来たりしないと分かんないもんなんですよね。海から槍みたいな岩が生えてる。槍みたいな。あ、ほんとだ。でかいよね、これ結構。こっからは降りれないと。さあ、降りる場所がなくなっちゃったということで、喧嘩でも吹っかけ。こんなところにあるじゃないか。よいしょ。何？これは、ヒートハングル。はあ、なるほどね。いざというとき使えるかもしんないな。さあ、ちょっとごめんなさいね。別にあんたたちの、場所荒らすつもりはないから安心してくれ。
こっちか。あ、じゃあこれ行きあっと戦ってしまった。まあいいや、やっつけちゃえ。ウォントって言うんだね。初めてなんかこう会う敵が多いとちょっとワクワクするね。ただこれなんかどうもなんか魚、自我を持った魚みたいな感じなんだもんな。朽ちた骨、朽ちた骨は多分なんかこうあんま高く売れない気がするな。もう売ることを考えちゃうんですよね。分かった、こっちだ。ここ行けば多分降りるところがあるんでしょうね。はい、飛び降りる。よいしょ。で、ここも降りちゃえばいいんだな。あーた、なるほどね。岩場っていうのは今まさにここのことだ。やばーい、めっちゃ追っかけてきる。よいしょ。卵はなんでこんなところに。まあそんなことは置いておいて、じゃあ行きましょう。滝の下か。なるほどなるほど。滝の下のなんかあんじゃねえの。滝の中をくぐったりすんじゃない、もしかして。うん、どんなところなんだろう。あの心なしか言うけど、すっごい僕なんかこう柔道がすごい瞑想するとなんか切り替え早いよね。落ち着けるところ、どんなところかなじゃないよ。今の今まですごいなんか変ななんか感じだったのに。ちょっと休憩。うん、岩場歩きで足痛い。到着してから休めばいいだろう。まあそうだね。そう言うなって。うん、ヤケリアは逃げやしないさ。まあまあ確かに。休もうぜ。え？じゃあそうしようか。ちょっと休もう。何かあんの？あ、でもこの水飲んだらうまそう。すげえミネラルウォーターっていうか。結構気を使ってるんだね。ああ、なるほど。無理に気持ちを切り替えようとしてるお前さんが気になったのは確か。わざとやってたんだね。ああ、そうかは。無理してるように見えちゃったんだ。いや。本当に大丈夫だよ。うん、僕難しく考えないようにするの。切り替えか早すぎるって言ってごめんね。気使ってくれてたんだ。え、なに。ああ、おいおい、またなんか変な。ああ、メガネ美女悪くない。いや違う、そうじゃない。誰だよあれ。今はこの子にご就寝なのかしら。おいおい、マジか。どんな用かは知らないが。そうそうそう、大事な人なんだよ。俺の大事な人なんだ。うん、近づかないで。どうなるかわからないわよ。今そっか、精霊の力がないんだっけ今。え、何してんのこれ。考えてるのか今。へえ、そういう。ある、そのまま聞いて。何？右上の岩撃てる。岩？もしかしたらミラを助けられるかもしれない。岩撃って助ける意味がわからん。すぐ撃っていいのか。え、どうすんの。おお、あら、この子は見殺し。どうすんの。撃ったらどうすんのこれ。え、長弾なんもないけど。おっ、え、なになになに。あおお、なんだなんだなんだっけ。あおおおおおお、メガネ美女が。乱暴だ、ね、あれ何今の。そう言うなって。とにかくこいつを。おいおい、なんだよ、今までで一番敵だ。えらいやつが来たぞ。操作説明見ときましょう。ま、ああなるほど。メニュー開いてから何術技で。なんだってよく分かんなかったな。で、これでしょ、多分、これで？あ、間違えた。あ、もうわかんなくなっちゃった。やべやべ、見読んどきゃよかった、しっかり。魔人剣となんつった？決定じゃないのか、これ。魔人剣、あ、魔人剣と、剣空戦的なやつをセットする。魔人剣と？よしよし、はい。これだ。はい、セット。オッケー。で、魔人剣から R2 で発動した後、ちょっとよくわかんねえな、やってみよう。とりあえず殴って、魔人剣どうやってんだっけ。これか、よいしょ。で、こうやって発動した後で、やべえ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 。旋空剣の使い方わかんねえ。これか、あ、倒した、OK。まず、魔人剣から R2 で発動した後、旋空剣を使え。
なるほど、わからん。おーしゃーい、やってみよう。これか。あ、おお、すげえ、なんか出た。よくわかんない。何、共鳴術技チェイン。オーバーリミッチに、リンクアーツした技を発動した後、タイミングよくリンツアーツ派生するとなんかさらに強くなるってわけだね。なるほど、なるほど。はいはいはい、よくわかりました。でパートナーを切り替えられるタイミングよく切り替えて、はあ、なるほど。さあやっていこう。はあ、難しいな。でもやってみよう。痛い、ここ、この位置危ない、この位置痛い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 。かばってくれた、ありがとう。ちょっと待って、やばい、痛い。ちょっと回ろう、これ。あ、このままキロ、はい。あ、やべ、やべ、回復させちゃった。やべ、間違えちゃった。魔人剣からの、こうやりの、エリアルファイヤー、エアリアルファイヤーね。おー、すごい経験値入った。なるほどね。これは難しいけど、頑張ろう、でも。はい、レベルアップ。なるほど、派生する技があるんだね。ようやく理解できたよ。遠かったな、理解が。てか遅かった。さあ、ところでさっきのメガネのお嬢さんはどこ行ったの？うん。よく気づいたな。本当だよね。魔物があの女でなく、まっすぐお前たちに向かうとは考えなかったのか。確かに。それでもよかったんだ。え？そうすればアルビンがあの人の視覚に入れる位置だったからね。すごいな。はあ。一瞬でそこまで。頭いいね。誰にでもできることではないな。普通の岩、まあなんか岩が崩れてくるのかなと思ったら、ちょっとその斜め上やられたな。うん。あいつ何？それ聞きたいんだけど。知らないのかな？どうなんだろう。あ、でもいい笑顔だね。おっと照れちゃって、まあ、うぶなんだから。あ、そうだ。で、そうそう。あいつ何？誰あれ？優等生。悪いやつまで気にしてたら、言いくれるぞ。え、いいのそれ？行こうぜ。いや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 。俺なんか、なんかこう旅で大事なこと忘れてる気がするんだよな。海だな。うん。どう？一緒に人を呼ぶ。お前を飛び込むのは止めないが、海中にも魔物がいるようだぞ。別にいいってわけだな、やる分は。で、なんだって？しかし驚いたな。うん。あんなに巨大な魔物がいるとは。ちょっとびっくりしたね。突然変異が原因で、はあ、魔物が巨大化することがあるんだよ。あ、そう。本に書いてあった。うん。なるほどね。優等生は冷静すぎてつまんねえな。お前も随分冷静なようだな。みんな冷静だよ、そう言ったら結論。ああいうの見たの初めてじゃないからさ。ああ、そうなんだ。アルビンは世界を回っていろんなものを見てるんだね。それでもあんなでかいのに正面から喧嘩売るやつを見たのは初めてだけどな。普通なんかこうもうちょっと奇策を使うわけだね。新鮮な経験ができてよかったじゃないか。はいはい、感謝しますよ。どこが余裕しゃくしゃくなんだな、この人たちってね。ちょっとじゃあレリアウブよ。どうも舌が回らん。じゃあやっていきましょう。どうしようかな。とりあえずまあ順にやっていこう。はい。器用アップ。ね、ほい。TP アップ。からの、おい。これで、リリアルオーブの成長という感じですね。はい。あと一個どうしようかな。エアリアルバック。OK。それは覚えたと。で、どうしようかな。とりあえず、SP。じゃあここにしとこう。あ、待った。ここやってねえわ。まだ全然。じゃあはい、ここ。TP アップ。テクニカルポイント。で、これでゼロだね。よし！こんな感じかな？さてさて、それじゃあ早速ね。マップで言ったら、現在、キジル海爆をもうすぐ抜けるのかなという感じですね。にやけり合い向けて頑張りましょう。次回も楽しみに。じゃあね。せーの、ほい。よいしょ、OK。で、はい、ホールド。よいしょ！おー、すげえ！お？おお、すげえ、なんだなんだなんだこれ、おおおおおお、すげえ、なんだこれ、古代都市、うわ、すげえもん見つけた俺。